先ほどの続きなんですけども、まあ、最終的に結果、証拠を抑えられそうになったから1対1で終わってる。まあ、こういうふうな形式ですね。で、これね、残念ながら、国際大会全部そうなんですよ。サッカーも。試合中に食事したり、シャワーもしくはお風呂浴びてたら、点数取られます。必ず1点。証拠されてたら、さっきみたいにこう撮影しながらね、証拠されてたらパターン変わるのかもしれない。だから阪神タイガースの日本一がかかっていた昨年の試合も、もうずーっと証拠されながら、で、テレビに向かって喋って、で、現場の審判とか聞こえてるところ確認、もう証拠は出来上がってるから。な、もうそこまでしなかったら、勝つことができなかった。まあ、阪神タイガースもそうなんですけども、まあ、サッカーに関しても、まあ、世界戦、さっきのその食事云々の話とかも、それも事実であって。で、あとはもう自分が今まで言ってきた内容とかもコンピューターが反映させたりしてますね。例えば、この間の女子サッカー U17 の北朝鮮との、まあ、北朝鮮さんと言いましょうか。まあ、決勝戦、アジアの。まあ、僕の考え方で言うと、エネルギーの残存量問題を考えると、これだけはもう原油がなくなってきていて、学生で18歳以下とか、もう大学生もそうなんですけども、世界大会がなんか知る場合じゃないやろうと。世界中の高校生、大学生含めて、世界大会全てなくせば、オリンピックも含めて。どれだけエネルギーの消費が抑え込めるかっていうことを考えたら、それも効果は計り知れないです。で、もともと、オリンピック、東京オリンピックで分かったと思うんですけども、9600億円以上税金使われています。で、ホスト国の日本がお金を払って呼び寄せてるんです。で、お金の回り方で言うと、放映権を日本の放送関係とかを持つから、まあ、他国に、こう、放映権を、放映権というか、放映させてもらう、そのお金を他国に払ってもらう。要するにテレビ局が儲かるかどうかの話なんですよ。だから、スポンサーとして、最初トヨタが1000億円とか、何かそういう話になってましたけども、だからその辺のところの話がよくわかんないんですよ。トヨタ社が稼いで法人税として納めた額から1000億出してるとか、そういうことだったのか、もうよくわかんないんですよね。だから、経済効果ってすぐに経済番組の人たち言うですよ。あれ、使われる税金のお金とか全部含めて経済効果って言うんですよ。それ支出。で、今度は NISA っていうもので、非課税の上限額を270万円まで引き上げて、もう1年ぐらい前から。で、海外の人たちとかがどうしても円安になった時に安く見えるから、株を買う。まあ、要するにお金を、まあ、手に入れるためのように見えるし、そうすることによってエネルギーの残存量問題の根幹である自動車の生産量、ガソリン車の生産停止、これを世界中で行うっていうことをしにくくさせるようにも見えるんですよ。しやすくようにも見える。だって非課税なんだから。そこから出てきたその配当株の、その配当株の金額。以前はちゃんと課税されてたんですよ。270万円とか、そのむちゃくちゃな金額。百何十万かで期限付き5年、3年。もうちょっと、はっきり僕も自分で買ったことないのと、あとコロ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 ルールが変わるから、もうわかんないです。その時の人じゃなかったら。その時買った時の人とかの、その経験者なのか。結局、テレビの放送自体が、どこからどこまで当てになるのかっていう部分があるわけじゃないですか。で、
だエネルギーの残存問題に関して具体的な内容、自動車の生産量に関しては、イギリスは2025年にガソリン車の販売を停止だっていうことを、あ、販売を停止じゃなくて生産を停止だっていうことを言っていて、まあ僕はもうすぐにでもするべきという意見だったんですよ。それは販売停止とまで書いてしまってたんですよね。まあ昨年の2023年の終わりの方。だから生産停止と書いていればよかったのかとも思いますし、まあけど、イギリスさんがおっしゃってるその2025年の時に、2025年にガソリン車の生産停止、これをイギリスだけじゃなくて世界中どこの国も、もうフランスもアメリカも中国もインドも日本ももちろん、もう自分の国にその不法投棄された車がものすごい数があるっていうこと分かりますから、世界中で起きてる現象なんですよ。もうだいぶ前から。日本なんかは中国でその作りすぎた中国のその電気自動車がどうなったかっていうところを何回もインターネット記事とかでもそうですし、テレビのニュースでも放送しています。だけどみんないまいち現実が分かってないで、まあ僕は撮影した感覚ですけども、すぐに不法投棄してる車が見つかる、半日歩かない間に、まあ10台ぐらいは簡単に見つかる。基本メインは河川の撮影に行っていて、その数ですから、だから各市でまあ100台ぐらいはあるんだろうなっていうのが、不法投棄されてるのが。で、ほったらかしになって錆びていってる。もったいない。なのに鉄鉱石を買い込んでる。だけども、テレビでは、これは池上彰さんを責めるんじゃなくて、テレビ局のその報道関係の人たちが、その、都市鉱山っていうことをおっしゃってたじゃないですか。で、リサイクルで、金属がどうこうっていうことを言ってるんだけども、現実全然違うんですよ。撮影したところの、その、車の錆び方とか、その見てもらったら分かるところは分かると思うんですけども、めちゃくちゃ錆びてるじゃないですか。もう多分これ10年以上ほったらかしにしてるなっていう車がほとんどで、もう日本国内にこれ1万台1万台以上あると考えた方がもうまず間違いないでしょうね。兵庫県だけで1000台以上あると思いますよ。だって小野市も加東市も100台ずつで、神戸市も間違いなく100台以上ある。黄金の方の、河川の撮影、しじみ川をしたときに、もう数台見ていて、それをちゃんと動画で撮影しないだけですから、そこまで敷いたら時間がかかりすぎるから。まあ、車で行けば、まあ、分かりやすかったのは分かりやすかったんでしょうけども、まあ、けど、ある程度歩かなかったら分からないと思います。あと、そういうことを気にして見てなかったら。あと、老朽化した家屋もしじみ川の周辺に関してはほぼ撮影してません。本当はめちゃくちゃたくさんあります。大郷の方ですね。あとそこから、まあ、三木市の方から、まあ、小野市へ繋がっていくんですけども、加古川へ。だから、笹山市も、もともとは人口少ないんですけども、面積考えたら、まあ、三田市は100台あるかどうかわからないですけども、不法投棄してる車。そこは、そこまでないような気もします。けど、笹山市とかだったら、やっぱり不法投棄って見つかる見つからない、人がたくさん通る通らないとかあるじゃないですか。結構あるんじゃないかなっていうのは、本音ですね。100台あってもおかしくないんじゃないかなと。まあ人口対比で見ると、だから100台っていう数は多いんですよ。三田市にしても、笹山市にしても。家の数が、まあ、三田市で1万件ぐらいですからね。まあ、人口10万人って表記してますけども、行政は。もう真っ赤な妄想で。その1億2000万人という人口自体が、昔、朝鮮半島を併合していて、台湾も併合していて、あと満州国っていう大きな国土面積のところを併合していた時の全員の
後から登ってきた戸籍謄本とかの集計された数が1億2000万人 だったと。もともと日本の今の国境のところって4000万人くらいしかいないんですよ。だから台湾もその九州と同じぐらいの大きさしかないですし、1000万人いないです。九州自体1000万人いないです。四国もです。だから朝鮮半島両方合わせても4000万人絶対いないですね。日本で4000万人ぐらいですから、北朝鮮と韓国合わせても4000万人絶対いないです。その満州国の国土面積を考えたら、日本と朝鮮半島、要するに北朝鮮と韓国と、あと台湾、沖縄ももちろん含めてですよ、全部合わせた面積よりも満州国の方がちょっと広そうな気はしますね。ああ、これが世の中の現実だから、その、シンプル化をしなきゃならないのに ITIT といって次々余計なものを作るでしょう。じゃあ次から次へと覚えなきゃならないことが増えていくから、もう止めなきゃならないんですよ。で、今しなきゃならないことっていうのはエネルギーの残存問題に対しての解決方法であって、畑耕すときは区は。正直10メートルかける10メートルなんか1時間あったら耕せるでしょう。あのトラクターの耕してるその深さ見たらわかると思いますけども、別に深く耕してないわけじゃないですか。そういうふうなところのチェンジっていうのを世界中でしなかったらもうお手上げですね。僕は若い頃の20歳ぐらいの頃の石油の技術的採掘可能埋蔵量が69年分、1998年ぐらいですね。で2011年の国連のデータで、世界国勢図っていう本を買ったら分かります。59年分。で、2022年のデータで54年分。もうロシアのなんか1万5000メートルもそこまで掘ってくれてるのに、テレビではフェイクニュースだったでしょ。ロシアとウクライナの。もう水面下で何が起きてるか分からない、テレビであんなわけの分からないことされた。いやだからもうロシアも、いやもう売れるとし量としてはもうこれぐらいにしといてってロシアに言われてるのかもしれないです、水面下では。いやもうヨーロッパの方と昔いろいろあったし、ヨーロッパにもパイプライン引いてるし、向こうの方にも回してあげんかったらあかんからっていうような話で。1万5000メートルって富士山って3000メートル台じゃなかったですっけ ?3800 ぐらいでしたっけ ?3000、それぐらいだったような気がするんですけども、4000メートルあったかどうかでしょう。1万5000メートルってその3倍よりも深い高さ、そこですよ。もっと長い距離の。それも縦とか横とかに伸びてるっていう、まあ、輸送の、その吸い上げていった時に、どうしても、その横とかに広がってるから、そういうふうに採掘した後、空洞が出来上がるから、まあそういうふうに採掘してる人たちは、こう、とっさに、こう、返事されてるんだと思うんですけど、これがこの世の中の現実なのに、もう早くオリンピックとか解体しなかったら絶対無理じゃん。もともとそんなもん、100メートル走って、それでお客さん来てもらって金稼ぎなんかそんなこと成立できるわけがない。でも全部税金なんだから。ほぼほぼ。そんでに CM 代とか払ってたらもうそこで働いてた人たちが一体何のために生活してたのっていう話になるから、お客さんなんかスーパーマーケットに買い物行くぐらいやでって。日々の生活、自分で生活しているから分かるやろって、それまで分からんようになってしまってるって。まあけどスポーツの勝ち負けをしていて、その僕に課せられたそういうルール、なぜそこまでのルールが課せられているかっ
ていうところを考えたら、結局はエネルギーの残存量問題の方が優先順位絶対的に上だから、だからそういうふうなルールを課せられていたのかもしれない。まあけど、こういうふうにね、証拠がこう撮影され始めたら、要するに中日にしよう、巨人にしろ、得点が最終的にできなかって、1対1で終わってるでしょ。いつも全然違うんですよ。だから本当は現場の選手とかで、聞こえていた人とか、それ見ていた人とか、本当の映像を見たときに、びっくりする。何が野球なんだろうって。何がサッカーなんだろうって。何がバスケットボールなんだろう。何がバレーボールなんだろう。バレーボールとかで言うとセット数。1セット取られます。だから普通に生活していて仕事をしていて、例えば日本代表戦が今日あったとします。で、普通に、働いていて、その試合があることすら知らなくて、家帰ってきてお腹空いてるから食事して、でシャワー浴びて、そしたらもうそれだけで2セット相手に取られるんですよ。まあ、こんなのずっと生活保護というような形か、もしくは契約書を交わして、今でも法律で歩合的高があるから、そのどういうふうな形にするのかっていう、でもこんなもん、全部は全部なんか絶対対応できるわけないんですよ。試合数が多すぎて。で、あと頭の中を貸しすぎたら、すぐに取り返すこととかできなかったら、あと睡眠時間の確保とか、やっぱり頭回らない、こちらが。やっぱりクオリティ低くなる。だから、一日世界戦を何戦もしてる時点で、ちょっともうどうかしてるんですよ。たくさん取られるから、頭の中とか、顔とかも取られてるでしょ。全然違う顔に変わってきてるでしょ。まあけどこれが現実ですよ。こんなめちゃくちゃな社会。もう何から手をつけたらいいのかっていうところで、もう本当は具体的なこと書いてる。ホームページ淡井圭介の歴の58番に具体的な解決策。もうだけど誰もちゃんと協力してくれない。一部の人は協力してくれてる。撮影したところのその放置されてる車回収してくれたりで分解して、まあ溶かしたりしてくれてるんだとは思うんですけども、溶かしてないところもありますね。だからこれ、警察官の人の間でこういう情報をちゃんと回し合ってくれてるかどうかっていうところもあると思います。だから青江さんに撮影したらダメだって絶対言ったらダメだと、それしなかったら全然回ってないか世の中現実があって、そういうことを警察官同士でしっかりとお互い、話し合う、そのことを忘れないで、だんだん自分たちがもともと街パトロールしてたんだったって。これ自分たちが本当は言っとかなあかんかったことなんちゃうんっていうことに気がつきます。だけども、その警察官の人たちだけだったら、街の隅々なんか分かるわけないじゃないですか。その、どの車がどういうふうな不法投棄によるものなのかどうかとか。やっぱり、スマートフォンが今行き渡ってる世の中で、何かアプリとかでこう、それらしい車を見つけたら住所とか分かる範囲でいいからちゃんと場所を教えて、で、まあ確認するアプリ、一応確認を政府が行ったら、だから行政がそのアプリを作るっていうのが一番いいんでしょうけども、そのだから一回その誰かが確認したら、何年にもう誰それさんが確認してますだとか、もしくは不法投棄でした、政府は今対応中ですとか、そういう表示がされるもの、
こんな日本全国なんか撮影できるわけないじゃないですか、本当に。もう1万台本当に絶対あります。オートバイの数まで入れたらもう何台になるか分かんないですよ。自転車も2万台ぐらいになるんじゃ、2万じゃ効かないですね。自転車がめちゃくちゃ多いから、だからもう金属海外から買ってるのがバカバカしい。本当にすぐに回収して溶かしてたらよかっただけ。もうそしたら錆びない。錆びたら消滅されるということです。まあまあ同じような話ばかりになってきてしまいますので、もうこれぐらいにしておきますね。まあまあこれはまあずっとね、僕が過ごしてきた26年間のうちのまあ20年間ほどですね、6年間ほどは普通に働くだけども利用されていた、それに気づいてなかった。まあ週は株式会社の1月340時間っていう労働時間、たった5点数ヶ月で、半年もうない期間で1年間の労働時間1700時間ぐらい、それでそういうふうな働き方をさせることによって遊んではならないようにはめ込んで、それでまあ中田英寿選手とかがローマで優勝したんじゃないかと、僕と同い年なんですよ。でまあ僕の親戚のうちの近くの家の近くで横を彼は通り過ぎたことがあるんですけど、まあもしかしたら昔フルーツラパークに働きに来た方かもしれないですね。だけど、まあ彼も新聞の記事か何かで見かけましたけど、インターネット記事か何かで、重機の、資格の免許を取って、で、被災地の復興を今、能登半島の方に行ってるっていう、最初は能登半島だったかな、熊本だったかな、ちょっと最初はいつかは分かんないですけども、東日本大震災だったかもしれないですね。だからその、僕はどういうふうな目に遭ってるかとか、全部本当のことを知ったときに、ああ、もうこれは生き方変えなきゃならないなっていうことを、多分本当によく分かってくれたから、そういう復興とかそういうことを仕事にするべきなんだっていうことを、まあ、経済から何から何まで分かったら、絶対もうそうなるんですよ。高いビル建ててる人間なんかもう昔からもうことわざであるからいいんですよ。バカと猿は高いところが好きだって言うでしょ。後で解体するときのエネルギーの消費量とか何にも考えてないから。作るときだってもうものすごい轟音がするのに。配管工事とか失敗して、でその失敗した部品、地面にもそのまま落下させてますから。三宮の駅前でそれも見ましたから。現場。落ちてくる瞬間は見てないですよ。だけどもうものすごい音を、ある程度の距離のところでゴーン響いていましたから、ああ、もうこれ上から落下させてるなっていうのがわかるから、で、あと、そのしくじった配管のパーツを積んでる箱の、まあ歩道橋の上を歩いてるときに上から見えるんですよ。だからぐにゃって曲がってるから、ああもう一番もう上の高いところからもこれ失敗して落としたか、つなげるときに、変に無理やりつなげようとして、ずれてるのに、それで曲がったから、まあ、どちらかやろうなっていうの。もう多分もう落とした方だと思いますよ。もうそういうのもまだ高いビル建ててるでしょ。生まれてきてる人たちの数が、男性女性10万人ずつを割り込んだような表を見たことありませんでしたっけ、皆さん。だいぶ前ありませんでした。あれは日本の今の面積の範囲内なのか、それとも、その、満州国生まれの、朝鮮半島、台湾を含めての話なのか、国勢税のデータでは、もうそのあたりの数字、組み込まれて数字出してこられてるから。もう全然嫌ことない、本当に。もうこんな社会の回し方したら、もう誰も手に負えない。まあ、自分が公務員になっていて、もうこんな世の中だって知りませんでしたって、
後から本当のことを知った時に、もう大体の人がそうなります。以上です。